海と日本。人と海とのつながりを深めるいろんな取り組みをご紹介している海と日本プロジェクト in 宮崎。25回目は門川町で行われた小学生による防波堤での壁画制作です。門川町伊織川地区で行われたこのイベントは、子どもたちの郷土愛や芸術を愛する心を育んでもらおうと門川町が毎年開催しているもので、今年は町内4つの小学校から6年生を中心に171人が参加しました。キャンバスとなったのは長さ144メートル、高さ 1.5 メートルの防波堤。子どもたちは地元の風景や夏の思い出などを筆やローラーを使って色鮮やかに描きました。固まって取れないの？魚描くよ。いろんなのが楽しかったです。花火の細かいところとかは難しかったです。初め雨が降ってたのでペンキが垂れたりして難しかったけど、後から晴れたので良かったです。成人式の時に集まって当時のことを思い出しながら話をするのが楽しみですというふうな声をよく聞きます。壁画は朝9時からおよそ4時間をかけて完成。殺風景だった防波堤がカラフルによみがえり、子どもたちの海を愛する心を育んだ壁画制作でした。